始まっちまったか。行くぞドロシー、見晴らしのいい場所を確保するんだ。待ってくださいよ。すぐに観光クォーツをセットしちゃいますから。おいおい、どうしたのかね。3日ぶりに顔を見せたと思ったら。スクープです。リベール通信始まって以来のどでかいスクープなんですよ。縄文の開閉装置は親衛隊の詰め所にあります。南側の階段を登りましょう。おう行くとしようか。縄文の開閉装置は親衛隊の詰め所にある。早く南側の階段を登らないと。縄文の開閉装置は早く。侵入者だぞ。侵入された方は必ずそう言うんだよね。ま、気持ちはわからんでもないが。行きます。上がりだ。やれやれ、あっけない。今から縄文の開閉装置を操作します。敵が来たら撃退してください。おう、任せとけ。不動の名にかけて誰一人として中には入れん。今こそ天井の門が開くとき、最終楽章の始まりだ。なんだ。おかしいな、完全封鎖と聞いていたのに。嘘ですわ。どうして縄文が勝手に。態度をいかがしましょう。このままでは敵に城内に入られてしまいます。第一正体を残して全員玄関広間へ急ぎなさい。敵を城内に入れてはなりません。ラジャー。なんて失態。閣下が戻られる前に何としても撃退せねば。
イドロ！特務飛行艇が！しまった！そちらが本命か！迫るというか、
妙におっかない女だったわね。一体何者なの？リシャール大佐の副官よ。典型的な女狐って感じ。なるほど、そんな感じだわ。さてと、目指すは女王級ね。はい、急ぎましょう。ここは倒産。でも通らせてもらいます。邪魔したらぶっ飛ばすわよ。Thank you.
のこのこと気負ったな。